スカイブルーのこの空の下、みんな集まれ。授業 TV。 僕の考えてるそのプロサッカー選手になるっていうタイミングが高校3年生卒業したらみんな就職とか大学とかなっていくと思うんですけど、そこでやっぱプロになりたかったんですよ。まあそれまでだからずっとこういうグラフでいったら右肩上がりのずっとサッカー人生を歩んできたなと思ってます。自分で小学校からやってだんだんこうやっていい環境でサッカーできて、でそこでプロに上がりたいと思ってたら上がれなかったんですよ。でそういう時に声がかかったっていうか助けてくれたのが、今ちょうど1年前まで所属してた関西大学っていうところ。でもやっぱり大学4年でプロになるっていうのもほんま一握りの存在しか多分、まあ今ではちょっと多くなってきてるんですけど、まあそういう、確率的には低い。僕は大学の途中でもやっぱり僕はなんかそういうプロになれる人間じゃないなと途中で思って、なんか大学2年でもサッカーやめかけたり、正直サッカー部にも出入り禁止とかになったり。でもその時に助けてくれたのが、今までは親とか監督とかに助けられたんですけど、初めて仲間にチームメイトに助けられて、お前何して、まあ大阪弁になるんですけど、お前何してんねんって同級生に怒られるっていうことが初めてやって、まあ、そこで初めてみんなに迷惑かけてるなと思ったし、なんか自分がすんげえ情けないやつやなと思って、でそっからもう一回サッカーに、なんかなんていうかな、サッカーに集中することができたっていうか、死ぬまで付き合いたい友達でもあるし、そういう仲間と出会えたのが、そういう仲間と出会えた大学っていうところが本当に僕は行ってよかったなと思ってます。トントン拍子じゃなくて、一回こうやって地面に一回下がったことで、なんか見る景色も違うかったし、なんかサッカーってこんな簡単じゃないねやとか、そういういろいろ経験ができて、僕はほんまに良かったと思ってます。はい。